成長の課題だったのかなって思いますね。世界選手権の優勝経験がない2人が揃って金メダル、大会前の期待以上の結果と言えます。2人はパワーのある外国選手の層の厚い階級でも強い気持ちで攻め続けることで勝機を見出せることを示しました。残る2日間に登場する選手たちに勇気と勢いを与えたことは間違いありません。競泳も連日メダル獲得です。女子 200m バタフライの星奈津美選手が2大会連続の銅メダルを獲得しました。準決勝では全体の4位と思い通りに泳げなかった星、悔いを残さないようにと決勝に臨みました。星が行っています。前半が行っています。スタートから積極的に飛ばし前半の 100m を3位で折り返します。最後まで攻めの泳ぎを貫きました。腕もかけなくなる、足も蹴れなくなるっていうぐらいまで初めて出し切れたと思うので、かっこよかった。いつも後半がすごいので絶対今日勝つと思ってました。全てを出し切り清々しい表情の星、2大会連続の銅メダルです。この舞台ですごくこう自分らしいレースができて、やりきることができて幸せだなと。